JYP にはお笑い芸人がいるってことを知ってますか？アイドルって大体の場合はですね、名前、ショートって調べたら、ダンスとか歌とかね、こういうアイドルっぽい動画がよく出るんですけど、NMIXのヘヨンの場合は冗談を言ってる動画の方が圧倒的に多いんですね。実際ヨンはギャグセンスが非常に良くてですね。ヨネキユキさん。SMJYP YG。あー、JYP 먼저나왔어야되는데。シマ行くねよ。こういう動画の再生回数が数百万から1000万を超えたりしてます。歌が下手だから、こういう動画が広がってるんじゃないの？って思った方もいるんですよね。少なくともね、ヘヨンに関してはそんなことはありえない。その理由がね、この動画を最後までご覧いただいたらわかるようになると思いますんでね、最後までご視聴ください。今回は、ギャグセンスが良くて、歌も上手なヘヨンの話をしてみようかなと思います。本名、オー・ヘヨン。2003年2月25日、韓国のインチョンで生まれました。ヘヨンは4歳の時から音楽が好きなお姉さんの影響を受けて、歌をよく聴いてたらしいんですね。そのおかげでヘヨンは2003年に生まれたにもかかわらず、第2世代のアイドルの曲をよくしててですね、メンバーのリリには自分の知ってる曲を教えたりしてたんですけど、その中にはヘヨンが小学校に入る前の曲もあったりしたんで、ファンたちをびっくりさせたこともあるんですね。小学3年生になったヘヨンはですね、もともとはアイドルになるつもりはなかったんですけど、ある日、英語の授業中にある曲を聴いたんですね。イマジンドラゴンズのディモンズという曲なんですけど、この曲を聴いて、ヘヨンは心の中から響きを感じたらしいんですね。そして、ヘヨンは思いました。私も将来人々の心を響かせたい。そういう人間になりたい。とね、この頃からヘヨンは歌手になりたいと思い始めたらしいんですね。ちなみになんですけど、ヘヨンがこう思ったには根拠があります。子供の頃から歌が上手だったからなんですね。うまいですよね。子供の頃からこんなにうまい人はあんまりいないんじゃないかなと思います。そして、時は流れ、2017年、JYP の公開オーディションがあったんですけど、この時に1万人以上の志願者が集まってたらしいんですね。なんで一人一人に与えられた時間があんまりなくてですね、ヘヨンは限られた時間内に自分の全てを見せるために審査所に入って、どうぞって言われた瞬間、曲のサビから歌い出したらしいんですね。これを見た審査員は、ヘヨンを合格させざるを得なかったんですね。ここからヘヨンの5年間の長い練習生生活が始まりました。TWICE のナヨンは以前練習生時代に次期エースって呼ばれてたんですけど、デビューしてからある日は JYP の関係者に言われたんですね。JYP の次の世代を導くエースが現れたと、歌もダンスも上手で、すごい優秀な練習生がいるとね。そして、一体どんな人なのか気になったナヨンは、JYP の練習生たちの結末評価を見に行きました。そこには本当に歌もダンスも上手な練習生がいて、ナヨンはびっくりして、ヘヨンという名前を覚えちゃったんですね。そして、ヘヨンはデビューする前から注目を浴びてたんですけど、2021年11月5日に公開された動画での歌がうまい。それから1週間後にやってた YouTube ライブでの歌がうまい。そこからまた2週間後に公開されたリリーとのデュエット動画での歌がうまい。ということで、デビューする前から歌がめっちゃ上手いアイドルがデビューすると話題になってました。そして、2022年2月22日、ヘヨンは NMIXのメンバーとしてデビューすることができたんですね。そして、ちなみになんですけど、NMIXは公式ポジションを決めてないんですね。なんで、メインボーカルとかメインダンサーとか決まってないわけなんですけど、ヘヨンはリリーと一緒に NMIXのメインボーカルだと認識されてます。さぞかし JY パークもヘヨンとリリーをメインボーカルだと認識してるんでしょうね。そして、ヘヨンは同じ JYP の先輩からもボーカルを認められたことがあるんですね。イチのルジンは自分がもし一つのグループを作れるとしたら、NMIXのヘヨン、リリー、イチのリア、TWICEのジンヨで構成されたグループを作ってみたいと、このグループから曲が出たら面白そうだと言ってたんですね。最後にですね、NMIXは残念なことに JYP の歴代の全てのガールズグループの中で音楽番組で1位になるまでの時間が一番長かったんですね。ワンダーガールズはデビューしてから5ヶ月でテレビで1位になって、ミステイの場合はバッドガールグッドガールでデビューと同時に1位になって、TWICEの場合はチアアップでデビューしてから6ヶ月で1位になって、イチの場合はダラダラでデビューと同時に1位になって、ニジュの場合はメキアピでデビューと同時にオリコンチャート1位になってたんですけど、エンミスの場合はラブミライクディスで1位になるまでデビューしてから401日もかかったんですね。JYパクさん、頑張ってください。
実は Nmix をずっと前からやりたかったんですけど、メンバーの全員まだ過去の情報が少ないゆえに、 Nmix になってからの実績も他のグループと比べたらね、いい方ではなかったんでね、話せることが少なくて動画を作るのを迷ってました。でもコメント欄を見てたら Nmix を取り上げてほしいと、 Nmix の動画を待ってますとね、一番リクエストが多かったんでね、こうやって作ってみました。 Nmix はビジュアルも良くてボーカルも上手くてどんどん伸びていくと思います。皆さんはどう思ったんでしょうか？皆さんの意見もコメント欄に残して、グループ LINE にも参加してください。ご視聴ありがとうございました。